どうもこんにちは、イサムです。いつも YouTube を聞いていただいてありがとうございます。今日のタイトルは人のパワーを感じろ的な感じかなと思うんですけれども、舞台を見てきたんですよ。で、意外と舞台って見たことある人少ないなという印象が、僕の中にはあるんですね。で、舞台って、もちろんものによるしね、見てよかったって思うものもあれば、いやこれ見なきゃよかったなって思うものももちろんね、それはありますよね。好き嫌いもあるだろうし、ただ舞台っていうのはやっぱりそのかなり近くで人間がすごいエネルギーを発して、演技をするわけですよ。で、そんなね近くの人がエネルギーを発することなんてあんまりね、日常生活でないじゃないですか。だからそのエネルギーを感じるっていうのはすごくいいことだなと、改めて思ったわけです。だからそういう機会をね、皆さんにも作ってもらえるといいんじゃないかなっていうふうに思ってですね、それを伝えようかなというふうに思いました。で、僕が見てきたものは人狼 TLPT ってっていう風に検索してもらえると出てくる舞台で、人狼ゲームって知ってますかね。結構人狼ゲームって有名だなって思ってるんですけど、十数人集まって、カードを引いてですね、人狼のカードとか人間とか預言者とか霊媒師とかそういう、特殊能力のカードと人狼という悪者のカードがあって、でそれを引いて、自分が何なのかっていうのを知り、で人狼だったら人間を滅ぼしに行くと、嘘をついてね。で人間は嘘をついてる人狼が誰なんだと、隠れてる人狼は誰なんだということで、人狼を見つけたら勝ちだという、対戦ゲームになるんですけど、どうやってそれをね、見つけ出すかというと、もちろんその反応を見たりね、喋ってる内容に違和感を覚えたり、それからこことここが協力してるんじゃないかっていう風に想像して、で詰めていくとか、そんな感じで、ディベートみたいな感じで話し合いの中で一人ずつ、処刑をしていくっていうね、人狼ゲームっていうのがあるんですけど、それを舞台化したもの、それが人狼 TLPT なんですね。で普通舞台っていうのは台本っていうのがあってね、例えば120分2時間の舞台だったら、最初のセリフから最後のセリフまで全て決まっている、それが基本の舞台ですね。それは当たり前だと思います。でこの人狼 TLPT っていうのは台本がないんですよ。でどういうことかっていうと、本番が始まる10分前ぐらいにみんなで集まって、で実際人狼のカードを引くんですね。でその自分が引いたものを覚えたまま、舞台に登場して、でみんなで人狼ゲームを、やるわけですが、そこに設定があって、自分のキャラクターがあって、そのキャラクターを演じながら、人狼にその集団が滅ぼされるのか、はたまたその集団が人狼に勝つのかみたいなものを舞台で見ると。なので毎回自分が人狼の時もあれば、人間の時もあれば、預言者みたいな時もあって、そうするといつ自分が死ぬのか、もしくは最後まで生き残るのか、人狼が勝つのか人間が勝つのか、それも毎回違うわけですよ。でそのストーリーも毎回違う、誰が死ぬかっていうのは分からない、話し合いをして一番怪しいやつを、殺していくんで、誰が早く死ぬのか分かんないし、それこそ例えば仲いいやつが、死ぬ時はやっぱり悲しかったり、なんか感情が動くわけじゃないですか。それをアドリブで演技するっていう舞台なんですね。これっていうのはもちろんね、台本があるものとないもので全然役者のモードも違うと思いますし、僕も実はまだアクション俳優っていう仕事を
やらせてもらってた時に出演をさせていただいたことがあるんですが、まあずっと自分のセリフを考え続けなきゃいけないですね。自分が次何を喋ろうかとか、あ、彼が喋ってるからもうちょい待たなきゃなとか、まあ、そういうこう決まり事のない世界なので、まあまたあの面白さが違うと思います。なのでまあよければね、そのGの TLPT の URL とか概要欄に貼っておくので、見てみたいなと思う方、明日で終わりらしいので、また明日見に行けない人はね、また公演を打つときにぜひ見に行ってみてほしいなと思います。まあ、僕は見た舞台だったら面白いと伝えられるので、それはまあ今後もね伝えようと思いますけれども、その見たことない人ぜひ一回ね行ってみてほしいなと思います。その目の前で同じ人間がエネルギーを放出している様、叫んでる、泣いているね、いろんな喜怒哀楽の感情の爆発とか、静かに燃えたぎるものとかね、そういうのを間近で見るっていう刺激、そしてそれを見ることによって自分にもエネルギーがたまり、まあ自分も頑張ろうって思える、そういうものに触れることによって、やっぱりそのなんていうんですかね、まあその何分後、見た何分後からの自分の行動が変わったりもすると思うので、まあ人のパワーに触れろということで、あのよければね舞台も見てみてもらえるといいんじゃないかなというふうに思った次第です。はい、という感じで、今日は舞台を見たよというお話をさせていただきました。人狼ゲームに興味ある方は僕のトレーニングを受けてくださってて、まあ、友人の、けん玉パフォーマーであり人狼ルームっていう、そこは人狼のゲームをみんなでやろうっていう集まる場所、人狼ルームって調べれば出てくるんですけど、知らない人たちと集まることもあれば知ってる人たちで行くこともできるしみたいな、でそこで人狼ゲームっていうのはできるんで、まあ、それもぜひ行ってみてください。いろんな場所にあるんで、はい、結構なんか人狼の舞台見てみたいとか人狼ゲームやってみたいって言う人いるけど、実際やった人って少ないんですよ。これなぜかっつうと、やるきっかけがなかったり、やる勇気が出なかったり、まあ今度でいっかっていうその心がそうさせるんですよね。なんでだけど一回やってみると、なんか変わったり、一回見てみると変わったりすることがあると思うので、まあそのきっかけに、この YouTube がなったらいいなというふうに少し思ってます。はい、ということで、はい、僕はこの後レッスンなのでレッスンに行こうと思います。雨降ってきたんで皆さん気をつけて、お過ごしください。それではイサムでした。失礼します。